ザールブリュッケンは、ドイツ連邦共和国の都市、ザールラント州の州都、フランスに近く、豊富な地下資源などをめぐり、その貴族は、中世から現代に至るまで変典を繰り返してきた。ザールブリュッケン、ルートビヒ広場にあるバロック風のルーテル派教会、ルートビヒ教会ローゼンクロッサ、フランス国境に隣接しており、フランス領のアルザスロレーヌに近い。その豊富な地下資源ゆえ、 かつては炭鉱業、製鉄業で栄えたが、近年はこれらの産業が衰退の一途をたどっている。モーゼル川の支流であるザール川沿いに位置し、1993年末の洪水では甚大な被害を受けた。町の近隣には産業遺跡として世界遺産に登録されたフェルクリンゲンの製鉄所がある。また、約60キロ北東にカイザースラウテルンが位置している。 ザールブリュッケンにメインキャンパスを構えるザールラント大学はドイツ国内のみならず EU 圏内で比較的知名度が高い。中世よりライン川流域とフランドルの中継地点として交易路の要所であった。1815年よりプロイセン王国の支配下に置かれ引き続き北ドイツ連邦をドイツ帝国の一部となった。第一次世界大戦後、 ベルサイユ条約の取り決めによって国際連盟の管理下に置かれたが1935年の住民投票の結果を踏まえドイツ領に復帰した第二次世界大戦で激しい攻撃を受けた後再びドイツから分離されフランスの管理下に置かれることになったが住民投票の結果再度ドイツに復帰することが決定され1957年に1月1日を 持って、ドイツに復帰した。紀元前1世紀に、ガリアのメディオマトリ貴族がザールブリュク県の地域に、定住したが、ガイウスユリウスカイサルがガウルを征服した時に、この地区もローマ帝国に編入された。そして1世紀から5世紀にかけて、ガノロ,ローマ人が、メスから、ボルムス、トリイアからストラスブールにかけて定住し始めた。1世紀。 または2世紀からザール川を南西に架ける木造の橋が建築され、現在の聖アルヌアール地区にローマ風の住居が次々と建てられた。また3世紀にはミトラ教の神殿がハルベルク級の洞窟に建設されている。しかし4世紀にはドイツ南西部のライン川上流地域を厳重地とするゲルマン人部族連合のアレーマン人の侵略によってこの居住区が破壊された。 ザール地域は5世紀の終わりからフランク人の支配下に置かれることになった。6世紀になるとフランク王国メロビング長がアレマン人の侵略によって荒れ果てた南西部をメイキンゲン村としてメスの管轄区に送った。その後、601年から609年にかけてアルヌアール市教はこの地域に聖職者のコミュニティと修道院を創設したため、 現在の聖アルヌアール地区として新しく誕生した。999年にザールブリュッケンに寄付された最も古い文献によると、時の王と三世がザールブリュッケン城をメスの管轄区に送った。その後、メスの司教は当時の封建制度である霊園によってザールガウハクにザールブリュッケン城を送った。1120年までにザールブリュッケンは形成され続け、 ザールブリュッケン城の周りに小さな居住区が設置された。しかし1168年に当時その地域を管理していたサイモン一世博の起こしたフェーデと呼ばれる決闘の結果フリードリヒ一世の手によってその地域が攻撃されたが城が残る程度の傷跡で済んだ。中心街にはアイスや l g v 東ヨーロッパ線の停車するザールブリュッケン中央駅があり。 ドイツの玄関口として機能している。中心街から南東へ約 9km の場所にはザールブリュッケン空港がある。1FC ザールブリュッケンがザールブリュッケンを代表するサッカークラブチームである。一時は低迷しレギオナルリーガにまで降格したが2003年から4年のシーズンでブンデスリーガ2部へ昇格を果たした。ありがとうございます。